ペンギン村を3倍楽しく見る方法、フンボルトペンギンについて紹介します。お、元気に鳴いてますね。この子はアッキー、2016年3月26日生まれのオスです。まずはペンギンの体を見てみよう。体長はだいたい55センチ。あ、こらこら。次は体重を測るよ。はい、じっとしててね。まだまだ。はい、じっと。はい、よしよし。はい、だいたい 4.5 キロ。フリッパーの長さは20センチ。足の長さは10センチ。短いね。体には一本一本羽が生えてます。足には水かきがついてます。このように水の中ではスイスイ。次にペンギンたちを見分けてみましょう。同じような顔をしていますが、微妙に違います。わかっかな？お腹の黒い点々の位置も微妙に違います。わかっかな？それでもわかんねえときは、フリッパーについている輪っかの色で見分けてね。最後にペンギン村の秘密を教えっかんね。それはズバリペンギンたちとの距離感です。普段見ている距離は手が届くかどうかギリギリの70センチ。サービスタイムはマイナス10センチ。噛まれねえようにね。またもぐもぐタイムの時も近くで見ることができます。機会があったら参加してください。でも魚の数とペンギンの胃袋には限りがありますので、できなかったらごめんなさい。こんな感じでペンギン村を3倍楽しく見てくださいね。で、こらこら。アッキーどこ行くの？アッキーアッキー。次が距離感だな。今何してんすか？今動画を作成するための下絵作りです。ペンギンに見えかな、これ。